岡井直道は、日本の演出家。劇団アンゲルス代表。男子4人兄弟の末っ子として生まれる。1966年、石川県立金沢泉が丘高等学校卒業。1971年、金沢大学法文学部卒業。1973年、俳優教室を経て、東京演劇アンサンブルの演出部に入団。以後、 演出家の広渡り爪瓶に支持し、ブレヒト、チェーホフ、シェイクスピア、木下淳二、宮沢賢治等の作品を中心に関わる。1980年より7年間、京都の劇団経営に招かれ演出家として、数多くの作品を手掛ける。ブレヒト、夜うつ太鼓、井上久志、11匹の猫、広渡り爪瓶、グスコーブドリの電気、谷川俊太郎。 お化けりんご、梅麹蒸気機関車館で、本物の蒸気機関車を使用した銀河鉄道の夜の野外公演等を行う。一連の公演は、1980年代の関西演劇会に大きな刺激を与えた。ニューヨークやソウルなどでも仕事を行う。1992年文化庁の文化交流事業で、ドイツに派遣され、劇作家ハイナー・アミューラーの稽古に参加する。 九百九十六年の十月からは、石川県金沢市にできた金沢市民芸術村のドラマ工房を拠点にした劇団アンゲルスを主催する。二千一年夏、東欧国際演劇祭に公式招待され、オセロマテリアルの公演を行う。二千一年五月より、金沢演劇人協会の事務局長となり、その主な事業として、金沢国際演劇祭を企画。 立案し、2001年11月に、モルドバ共和国のイオネスコ劇場2002年、韓国の劇団総派を招聘した。2002年からは、石川県国際交流協会から、石川国際協力研究機構イコールアートによる都市再生プロジェクト実行委員会イコールの委員を委託され、都市における伝統と、若者の活性化を促す企画とその具体的な、 活動に参加している。北陸中日新聞によると、地域演劇の力が出ないと日本は面白くならないが、信念また、地域演劇にはその国の匂いがある。とアジア、東欧諸国との演劇集団との幅広い交流を長年続けている。毎年、精力的に公演を行うかたわら、高校公演や実験公演なども行う。 石川日読協会の事務局長を長らく続け、2011年4月には、ブレヒト作、下田のお吉を石川日読協会と共産で講演した。大学時代の同期には、地球の歩き方の達人ブログの旅行作家、随筆家の新のみ康幸がいる。本講演海外講演をせろマテリアルマクベス2007夏季特別講演をせろマテリアル燃え上がる。 緑の木銀河の夜13夜同化した下木森は生きている衆ありがとうございます。